な。ならばせめてこの怪物を放ち、お前たちに死を。またかよ。また辛い思いをしている人を倒さなきゃいけないのか。ダメ。あ、待て。キリア、無事か。キリアは本物の娘さんは無事らしいぜ。安心しな。ロイド。そうか。ロイドと言ったかね、君。ああ。先生、早く治療してあげて。ショコラ、助けてやってくれないか。お前たちをおびき出すために利用された哀れなあの娘。認識番号は33411だ。分かった。それからこれは勝手なのだが、もしもどこかで妻を助ける方法が見つかって、妻を人間の姿に戻してほしい。娘が戻ってきた時、一人でもかわいそうだ。わかった。ありがとう。そろそろ行こうか。言い方はないだろう。落ち着けロイド。我々がなすべきことは、ショコラを助け、この辺りを支配するマグニスを倒すこと。その通りだ。分かってる。あんたの言う通りだ。すまない。行こう。ディザイアンを倒そう。私の癒しの術は人一人救えない。何か言った？いえ、何でもなくて。どうしてドアさんに嘘をついたの？哀れに思えたからかもしれない。自分の娘がこの世にいないなんて、知りそうな人間に言えないだろう。そうだよね。でもあの人、うすうす気がついてたんじゃないかな。え？だったらどうして俺にあんな質問を？それはあの人が父親だからだと思う。父親？うん。子供の無事を願わない親なんているはずないもの。俺の両親もそうだったのかな。Thank you.
供を思う親の気持ちってすごいんだな。そのようだな。母さんはディザイアンから俺を守って死んだのかな。お前は母親が亡くなった時の記憶がないのか。俺まだ3つだったんだぜ。ほとんど覚えてねえよ。そうか。ならば気に病んでも仕方なかろう。亡くなった母の分まで生きるしかない。だな。ディザイアンはどうして人間をあんな辛い姿にしちゃうのかな。そうだな。どうしてというよりもどうやっての方が私は気になるの。どうやってか。知らぬ方がよかった。そんな真実が隠れているかもしれないな。まだいけるぜ。
るわ。ここに来て、タブーできないよ。行くわよ、バリア。恥ずかしい真似を。無理をするな。バリア。シャープネス。ま、こんなもんさ。容赦はしなくてよ。相手が悪かったな。